どうもカオムーです。2023年3月10日、今日も天気がいいので前回同様3月の風物詩である梅を見に行くことにしました。毎度おなじみ神戸から姫路方面へお得に行ける切符、三宮姫路ワンデーチケットを買って阪神電車の三宮駅から姫路行き直通特急に乗車。今回の目的地は同じ兵庫県内ですが少し遠出して西日本一とも言われる綾部山の梅林です。約1時間まったりと車窓を眺めて到着したのは鹿間駅。本線はここで90度北に進路を変え姫路駅方面に向かいますが、今日はさらに西へ伸びる路線網干線に乗り換えます。昔はこの時期になると電車の先頭に完売と書かれたヘッドマークが取り付けられていましたが、今はやっていないようですね。山陽沿線有数の観光名所なのでぜひまたあのヘッドマークが復活してほしいと思います。鹿間駅から各駅停車の網干線に乗って約20分、電車は終点の山陽網干駅に到着しました。綾部山の一番の最寄り駅となります。網干ステーションの書き方がなんか独特ですね。ここからはバスに乗り換え、 JR 網干駅始発で完売期間限定で運転されている臨時バスです。わずか10分の乗車で途中綺麗な菜の花畑とかを見ながら、バスは兵庫県辰野市綾部山梅林の入り口に到着しました。神戸三宮から非常にスムーズな移動でしたね。入り口周辺を見てみると何やら見覚えのある人形のようなものが多数ありました。以前も動画でご紹介したことがあるんですが、姫路市安富町に奥播磨かかしの里というところがあって、そこでは村おこしの一環でこのようなかかしを作っていますが、これもそこで作られたものでしょうか。かなりリアルで遠目からでは本物の人に見えます。それではいよいよ入場。ゲートからいかにも観光名所といった雰囲気が出ていていいですね。入るとすぐ大きな池がありました。このチャンネルではもう何度もお見せしている鯉もたくさん泳いでいますね。いろんな生き物がいて癒しのスポットです。綾部山梅林は子供の頃から山陽電車の冊子とかによく掲載されていたので、その存在は知っていましたが、これまで訪れる機会がなく今回初めてやってきました。ちらほらと梅の花が咲いていますね。売店や見どころも多数あるようです。一目2万本海の見える梅林というのがキャッチコピーで、どんな感じかとても楽しみです。梅のかしわ餅があるようです。名物ということで買って食べてみることに。ほんのり梅の味がして美味しかったです。ちなみに酸っぱくはありませんでした。入園券には梅ジュースの引き換え券もついています。いいサービスですね。3月も中旬に入りましたが、この辺りはまだつぼみの木が多いです。ここで向こうの方に特徴的な塔が見えました。あれは世界の梅公園という綾部山のもう一つの梅の名所で、また後で行ってみようと思います。山の斜面上にあり、標高が高いからか他の梅の名所と比べると見頃の時期が少し遅いようです。兵庫県辰野市、そして遠くに姫路市といった風景です。晴れてる日は瀬戸内海の島々がよく見えるそうですが、今は晴れているとはいえ霞んでいますね。この時期は黄砂や花粉なども飛散して景色が霞みがちです。これもある意味春らしい風景と言えるでしょう。梅についての歌が刻まれている岩もいくつかありました。そしてこの向こうの景色、西日本一と言われる梅林の風景が目に飛び込んできました。これは素晴らしいですね。一目2万本さらにその向こうには海も見えます。綾部山古墳群の碑、古墳も数多くあるところのようです。この辺りはまだ見頃が先ですね。とは言っても赤い梅は散り始めているのもあり、品種によって咲く時期が異なるのでなかなか一番の見頃というのが難しいところではあります。入り口付近で見たかかしがここでも多数あります。結構バラエティ豊かな姿ですね。赤い花の梅は紅梅っていうんでしょうか、白い梅はつぼみが多い中ひときわ綺麗です。
ミツバチがおります。箱を触らないでください。蜂蜜を作っているようです。取り出した蜂蜜は園内の売店で売ってました。展望広場まで登ってきました。確かにいい景色ではありますが、梅の木は山の斜面上にあるので、上から見るよりも下から見上げる方が迫力ある光景が楽しめます。それでは坂を下りながらまたしばらく園内を散策。ここから見ると梅林の全体像がよくわかりますね。来る途中にあった菜の花畑も見えます。まだ全然咲いてない木もあれば、だいぶ見頃になっている木もあります。紅白同時に見るのが個人的には好きですね。この辺りは枯れてしまったのか何なのか分かりませんが、切り株が多数あります。美しく満開になっている木がようやく目立つようになってきました。ちなみに神戸市東灘区にある岡本というところも、かつては梅は岡本、桜は吉野という言葉があるほどの梅の名所でしたが、阪神大水害や市街地開発によりその大半が消失してしまいました。昔はその岡本もこのような見事な梅林が広がるエリアだったんでしょうかね。この日私が最も圧倒された景色がこちらです。梅の木がびっしりと並ぶ凄まじい光景でした。肉眼で見ると本当にすごいです。そのそばでは可愛らしいお地蔵さんを発見。安らかな表情に癒されます。歩いていると食堂がありました。姫路駅名物の駅そばも食べられるようですが、注文したのは姫路おでんと呼ばれるもの。これも美味しかったです。食堂の隣では猿回しの芸が行われていたので、それも見たんですが、竹馬に乗ったりしてお兄さんも含めて結構面白かったです。終わった後にお願いすると心よく動画に出ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。さらにその近くにある売店では、入園券についていた引き換え券で梅ジュースをゲット。暖かい日差しの中で飲む梅ジュースはまた格別です。お土産にここで採れた梅を使った梅干しも購入。売店前には古墳も広がっています。証言塚横穴式石室5世紀と看板に書かれています。ということはその時代の有力者のお墓だと思われますが、こうやって普通に内部を見学できるのはなんか不思議な感じです。綾部山には23基もの古墳があるということで、興味のある方はそれぞれ見学されるといいでしょう。証言塚の周りにも様々な歌が刻まれた岩が点在していました。これも風情あります。さてさっきも遠くに見えましたが、綾部山にはもう一つ梅の名所があります。梅林南入り口の入園券売所を出ると、そこは三津自然観察公園世界の梅公園ゲートがあります。入園料は高校生以上400円。ちなみに梅の時期以外は無料だそうです。綾部山梅林の入園料は500円なので、合わせても手頃な価格です。入ってすぐ目についたのは海が見渡せる素晴らしい風景です。あの黒いのは海苔の養殖でしょうか。頂上まで900メートル。
道なりに森林浴しながら歩いていきます。ところどころで梅も咲いています。今日は美しい自然をたくさん見て、いい運動にもなったので、かなり理想的な休日を過ごすことができました。駐車場が見えてきました。ゲートからここまでは歩いて約10分です。1993年開園の世界の梅公園は、日本人に異国情緒を味わってもらうという目的で中国人によって作られた公園とされていますが、詳細なことはよく分かりませんでした。しかし何はともあれ、ここはさっきまでいた梅林にも負けず劣らずの素晴らしい公園で、この日も多くの方が訪れていました。しだれの梅も美しく見事です。そしてやはり鯉が泳ぐ池もありますね。この中華風の立派な建物は人梅館といって、梅に関する資料館になっているようです。これは何でしょうかね。いろいろと中国を連想する建造物が点在しています。また中華風の門に書かれている漢字は石灰高等と読むそうです。満開となった梅林は雪のごとく、香りは波のように押し寄せるという意味で、まさに今の時期を表した言葉です。園内には日本、中国、韓国、台湾などから約315品種1250本の梅が植栽されています。これは先日アップした大阪城公園の梅林とほぼ同じ規模です。次に見えてきたのは、綾部山梅林を歩いている時に見えた塔、塔梅閣です。展望台として作られたようですが、今は登ることができず、それでもやはり立派な建物で、梅との組み合わせがよく合います。鮮やかな梅とその向こうに見える瀬戸内海を見ていると、改めてなんて素晴らしいところに来たんだとしみじみ実感します。南高梅、コンビニおにぎりとかでよく見るやつですね。ちょっとした見どころもいくつかあります。この梅影波というのは中国風の石のモザイク張りで、梅の木が表現されています。高羽の魚見台、魚群探知機が普及する以前はここで海面を見て魚の群れを探し、見つけるとホラ貝を吹いたりして沖合の船にその場所を教えていたそうです。今は普通に景色を眺める展望台になっていますが、これもまた素晴らしい景色です。あの黒い点々は、私は海苔の養殖だと勝手に思ってるんですが、さて何でしょうか。再び園内を散策していると、これはもともと牛の頭がついていたんでしょうか。胴体だけのオブジェがあり、塔梅閣は登れませんでしたが、代わりにここに展望台らしき建物もありました。世界の梅公園が一望できます。帰りはまた来た時に利用した臨時バスに乗るので、そのバス停まで戻ります。こういう時車だと便利ですよね。世界の梅公園南料金所を出ると、そこは綾部山梅林の南入り口。
再入場してまたあの絶景を撮影。これはしばらく見ていたい景色です。今日は素晴らしい完売を体験することができました。皆さんにも自信を持っておすすめできる梅の名所です。綾部山梅林の完売期間は今月21日までで、それ以降はおそらく来年の2月頃まで閉鎖されると思われますが、世界の梅公園の方は通年営業していて、6月には紫陽花も鑑賞できるそうです。ご視聴いただきありがとうございました。